お疲れ様スロットです。今日ですね、こちらの超高画質のウォールペーパーやっていきます。さあこちらね、今世界上位で大流行しすぎてます。はい、もう極めし者たちがね愛用してるって感じかな。なんか多分今の環境強いデッキって結構いっぱいあるんですよ。まあロイジェも強いし、ロックも強いし、まあ、ラバも強いし、でまあ神器デッキとかもいて、まあいろいろあるっちゃあるんですけど、この極めたら本当に一番強い最強全てのに勝てるっていうのがこちらのね高回転ウォールブレーカーですね。はい、なんでこうモハメドライトとか麦とか、もう本当高回転得意な人はみんな使ってるみたいなデッキですね。ちょっとなんで皆さんもぜひねお触りしてほしいんですけど、めっちゃむずいっす。全然勝てんっす。はいどうやって勝つねみたいな試合もねちょっと多くはなってくるんですけども、やっぱ高回転のね、はい、ちょっと要素を生かしてたくさん攻めていきたい。こういったところもさあ、もう逆サイドに振ってこっちにコストを使わせてのみたいなね。さあ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 、お願い、フレンナ俺のロケット押しやな。触るな。さあ延命してあげて、延命してあげたい。それもここに、おね、やばて、おやらめが、あ、待って、やばい、うっ、いやー、でかすぎー。さあタイタンやらぶつかった、俺のかもろかブレイクみたいなね。もうなんで守れたかもわかんないしみたいな。よいしょー、まあ、いわゆる高回転オチンパンでございます。はい、さあでかいね。なんかこうゴブリンの枠はね好きな方もあるんですよ。そうするとさらに回転も速くなるし、まあなんだろう、まあ陸の部分でちょっと薄くはなるけどみたいなね、ロケット押しをより回せるよみたいなパターンもあるんですけど、まあ俺は意外とねゴブリン派かなーっていう、なんだかんだこのゴブリンのね陸が強いからね。よいしょ。さあでこれ守れないよね普通にと思うんですけど、いやもしかしたら、いや守れそうだな、これ守れそうなら守ろうぜ。で絶対延命です、こんなの何があっても延命してあげて。さあロケット押しが一生生きる。ヤナメザップとかね処理されちゃうんですけど、逆にヤナメザップ使わないと処理されないんで、そうなるとコウモリも生きてくるしみたいなね、何かが生きてくるし。さあ限界突破ババは6号のカモだということで有名ですよね。さあさあ、ヤナメ使いましたからこのロケット投手もね一周していきます。はい、でまあボムで下げてあげるか。いやーコウモリ読み、まあ、読めてないので芝です。いやいいね、まあ、ラバは多分ですけど相性がいいですねこのロケットコウモリがやっぱ無限に回っちゃうので、ここ回しまくるだけみたいなね。さあ平均コストも 2.4 ですね。助田と 2.3、 鬼早です。さあまあ鬼早ではあるんですけど、まあ、早ければいいってもんでもないのよね。そのやっぱマイティとかが欲しいじゃん。そうでもそういうのもいないんで、なんか意外とね、まあ、メガナイトなんか変なのとか踏まれると家にはなってくる。おコウモリ、おおい、勝てるの優秀ですね。さあガゴインドラ、おい、これはまたラバちゃんね、まあ、ラバも多いですからね。さあヤナメ使ったんで、これはさすがにロケット押しを出していくんですけど、まあ、ヤナメ5もあるしヤナメザップもあるんですよね。どっちなんだろうっていう。さあヤナメ5をで今回はスケドラのサイクルかなとか思いながら逆にいっちゃう。ババか、はいはい、まああのババはこのロケ砲でも回収できるしウッドも強いしって感じだよね。なんかまあこの序盤で本当っていうか、まあまだ残り40秒ぐらいあるけどめっちゃ削りたい正直。うん、起きた。さあマジめっちゃ削りたいんですよ俺はね。
あーこれいいね、そのロケ法をね、嫌な雨で処すためにね、延命してくるんですよね、上手い人がね。なんか変な位置のバルーンだな、わかんねえな。なんか嫌な雨で巻き込みたそう。いやでもしっかり巻き込まれないように警戒したからこその、おい何やってんのロケ法、お前は左もしっかり働いてくれ。でこれちょっと延命したい、ガゴ、うっにゃっにゃっ、ライボー、おロケ法が一生生きてく。こうなると気持ちいいよ。限界突破ロックも余ってる。でこのままこっちも攻めながら列車耐えて、いやめちゃくちゃいいロケット押し、やばいやばい、気持ちよすぎるそれ。もう行きまくり行きまくり行きまくりよ。でこれはもう守りますさい一応守ります。でいやまあロケット押し一生きてる。あっ嫌な目を描いたんで、いや待ってロケット押し行きすぎ、ちょっと待って許されるんこれはっていうぐらい、その全てを避けるわうちのロケはね、鍛えてるからね、筋肉量の違いが。いやー、甘すぎ。え不死身のロケコでしたね。まあ、やられてたとしてもね、まあ、ギリ耐えれてるか、まあ、おられたとしても、ニーズとかね、はい、折ってる量で勝ってる気はしましたね。さあ、まあ、ロケ投手もね、こうやってね、出しまくる。取り出しまくる。あんま考えない方がいいですね。もういっぱいログも出していけばなんとかなると思えば、はい、いいかなということで。さあザッピーはねちょっと珍しいが、お残った強い、これ新鋭対ローフグー的な、あえて残らしてキング起動スタイルか、これ天才だな。延命しちゃおう。いやーうっ、いやマッスル殴るの早くね、これやばい、端前ローフグやめてほしい。さババロイグだと思いますね。新鋭隊の枠がバーバリアンになったね。はい、限界突破ババセパロイホグセパで押し切ろうぜデッキですけど、まあコウモリに LSP 当ててくるのをウッドで剥がす、そこを意識しとけばコウモリ無双で勝てる気がしないこともないかなっていう感じではありますね。さあ柳は地味に嫌だ。まあ、ディガーの受けっていう部分がちょっと少ないかな。これゴボリ回らんのんじゃね、回るかこれで。おーい。で、まあ、ヤファイボだと思うんですよね。そう、だから、結局これ今限界突破ロック出してもね。さあ、そうっすね。LSP でコウモリ読みを待つと、逆にこのコウモリがなんとしんどいよね。バイボー打ってくるザッピーってことはコストがなくて、ウォールブレーカーが、いやーめっちゃコストあるなんでや、今のない感じやったやん。これがここの4コストライブ来たらコストお前分かりすぎだろって怖え。さあ思ったよりもコストあるねあんた。いやーこれめっちゃ刺していいけどよくねえかな、一回だけ許してほしい。お許された、許されたそれでかすぎる。でこれまた LSP 用にゴブリンから受けていく。でそうするとこのコウモリがまた無双する。あでちなみに嫌な雨あります。いやでも嫌な雨あるけど一発これ走れるよね。しかもコウモリが無双して、いいねいいねいいね。さ LSP さえ警戒しとけばねと思いながら、もうマジでチンパ本当にやばい、こういうことするやつは負けます。いやでもこれ美味しいね、ゴブリンだけでしばくそう。いやウォルブレイク入るんかい、やらめ使ったな、 LSP の落としたなってことはやばいです。お願い、なんか呪文飛んでくんな。いや全然止まりそう。よしよしよし、 LSP だけ警戒して、まあ来ても来なくてもみたいなね。さあ OK、 いいね。先ほどが LSP ねすごい多いんですよね、まあ、ロイジャイにもいるし、まあ、こういうデッキでもいるしみたいな多いんですけど、しっかりねコウモリとか出したらすぐウッドとか、まあ出さないとかね、逆に
コウモリはエリスピが来るまでみたいな、ちょっとそれ細かい配慮ですけどね、するとだいぶ勝ちやすくなると思うんですけど、めちゃめちゃ拾ってくる。いやドンピシャー、やばすぎた今のところ。でもうちのロケコは範囲が広いね。オーケーいや強いんですよ。いやナメファイブとか当たり前ですけどね、そこにも全然勝てるのがロケコですからね。さあ行きましょう。まあトリマンオールブレイカーからね。あーこういうのねマジやばいよ、このボムもったいないかな。ネクストのホグを絶対守れないんですよ、ユニットでしかバレちゃうと。いやーまあこれ禁忌されちゃうけど仕方なしっすね。ミスれ、ミスらない、さすがにね。まあ次ゴブコウモリウッドで本気で守れるっちゃ守れるんですけど、守れるっちゃ守れるけどみたいなね。さあこの遅れてボールベーカーちょっと強いよ。お、いやーいい防衛すぎるね。なんかもうちょっとありそうだったな。お願いごめんなさい、耐えてほしいです。うーい、まあまあまあ金キルできたんでねちょっともったいない、ロケコ捨てちゃったけど、まあ金キルの方が圧倒的に大事で、次から相手の方がボムで守れる、ボムで守れるといえどよロケット押しとクエクエ嫌ではあるね。でこの今回のホグっていうか、まあ今のホグは、まあ、コウモリがね気持ちね、あの辛いんですよ。そんなのでディガーコウモリを結構積極的にしていきたいかな俺はね。はい、すぐやります。さあウッド使ったんで、ここはまあウォルブレイカー行くかどうかっすけど、行かなくてもいいか。さあ限界突破、化け物来る、あいつのしばき方を募集してます。めちゃめちゃ簡単。そろそろ始まるロケコは私の出番ですかね。まあボムがあるんでね。お、寝てんな。いやー寝てなかった、完璧すぎた。おや、嘘だろ、いや嘘だろ、入るなら入るって言ってちょうだい。さあもうゴブリンに打っていいよ。何我慢してんだ、え我慢しすぎやろ、ちょっと多すぎ、やばいやばいマジやばい。さあ待って、アホすぎたゴブリン、前行ってるから回るね。これ限界突破来たら終わるな。いやー怖え、全然限界突破余裕があったな。いや僕ねマンの早いんですよね単純に。いやーいいよ、生きてます、生きてること大事。あディガー飛ばす位置はねかけられちゃうよね。こっちのロケコが怖いですね俺はね。さあ同歳ね、ちょっと渋いけどコウモリっすね。あと攻めウッドでアイス飛ばしたい。ロケ5我慢しすぎなんだな、さっきからやばい限界突破きそう。うわそうですよね、しかも入るんですよね。ああー無理ですよね、そうですね、はい、そんな感じしてました正直。いやーっていうね、このマイティ分チャンピオンの分相手の方がねミリ回るんでね、そこはきついね、チャンピオン入ってないんでね。さあ来た180、僕ねむずいっすね。
なんか勝ってる時も、まあ、どのデッキに対してもなんですけどね、なんで勝ったも分かんないしなんで負けたんっていうのもよくあるし、よいしょ、まあ、そういうところはいっぱいありますが、さあここヤラメ使ったのでもう一枚いきたい。いやーいいね、これメガゴ使って無理やりもう一枚使わないとメガゴも飛ぶし、いや飛ばないけどみたいな。さヤナメ5か、まあヤナメザップのお前かいっていうラーバ多いね今日ね。まあこのロケホー狩りっすね、ロケホー狩りとあとはロイジャイ狩りのラーバがすごい多いイメージあります。さあちょっかいかけて、このなんかねゴブリン単品だと気持ち無視できるけど、アイスピゴブリンだと無視はできないみたいなのが俺の中では強いです。はい、なので次もコウモリとかウォールブレイカーだけだと無視されちゃうんで、アイスピコウモリですね、これ無視だともうタワー折れちゃうんで、折れんのかな、ギリ折れないのかな、怪しいんですけど、まあ、みたいなディガーゴブリンみたいなね、無視できそうだけどなんかしにくいみたいなのがちょっと強いです。さあ6投手も強いし、いやーこれむずいよ、ロケも右行け、よしでかい。さあ右行ったんでこいつ生かすし、ロケット押しノックバックで残るしみたいな。さあ5使っちゃうとこれきついんじゃない、これここでハイスピも行ってこれで飛んでコウモリでぶっ刺して勝ちかな。いや2倍タイム入るやん、これなんかあるあるなのは1本も落とせずに 2-1 で負ける、じゃあ 1-0 で負けるみたいな、時間切れの負け、これだけやばいだけね、時間切れの負けだけ、それだけやめたい、一本折らしてほしい、一本折れたら、いや、ばば後ろ行け、どっか行け、一本折れたらマジでやられる、やばい、マジでやばい、後ろやばい、一本折らしてくれや、540だ、あ、でも相手はまあ690、そう簡単に折れないからね、あ、自分で外側ルート強制しちゃう、よしよしよし、よしよし、いや、さすがにね、あと540よ。探してからの、いやーロケホの拡散強すぎる、本物のロケット同士の拡散。さあこれネクスト、もう絶対でバルーンだからすぐ攻めてあげて、呪文したいけどボムで完璧に、よし、いやー多いて多いてめちゃめちゃラババックだな。ロイジーとかもねいるんですけどね、いませんね。さあちょっとラファー以外がね、サス来てほしいとこですけども、さあすごい強そう、強そう、いってらっしゃい。インフェね、まあインフェね、このデッキに対して結構腐るんでね、悪くないですよ。マイティインフェ、あーこれマイティインフェプラスの相手が韓国人っていうのもあり、スケラフリーズヤナメアイシーズスケドラっぽいですね多分。いやーそうですね、はい、韓国人はねやっぱスケラがね好きなイメージがあります、昔から。今ヤナメ使ったかな、いやボム強いね、いやディガー間に合いそうにないんでアイスピで許してもらって、オールブレイカーまで行ってユニット使わせて、さあ6号で回収、いやめっちゃいい流れだけどスキルちょっと入っちゃったね、これにディガー行くとうざそうじゃない、あーでキング起動か、いやーいい金的だね。さあ6号一発、よいしょ、まあ、スケラープラスのフリーズがあるんでね、そこが厄介、マジ今の間でダメージ稼いとかないとだいぶ苦しい展開になっていきそう。やな雨ね、スケラに対してロケコがあんま強くないので、いやーすげえ、もうめっちゃくる、いやーこれはねいい挙動ですね。
さあからの相手はね右サイド攻めてきてるんで俺は左サイド攻めたいんですよね。いやめっちゃいいよこれ、パチパチ。いやもういいね、強いんだよな、なんだかんだね。さあで相手ババアがいるんですけど、ババア出してこないね。もう一発かましちゃっていいよ。てか拡散がめっちゃ入ってる右に、あそこ右に拡散やりまくり。熱い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 、やばいこれ、あの話をしてる、これよくないですね、絶対良くないですね。これめっちゃきますよ、逆サイオールブレイクがいてもガン無視される。これねここだけしばきたいで、遅めのウッドでウォールブレイカーツリー。いやーめっちゃ勇気してるからのユニット、ほい、いやー気持ちいい。さあ一つありがとう、もう一つ。寒そうなんで火花で温めてあげましょう。ナイス、いやめちゃめちゃ強い、ロケット。ゴブリンもやばいね。さあさすがに今のはねうまくいきすぎてる。まあ理想系ではありますよね。さあテスト頑張れ。おおホバね。となるとまあラバーかホバかな。一応今ねババロイホグもいるんですけど、まあディガーあったんで、さあラバっぽい。おお、いやギャングはね分からん、急に迫撃あるね。あー迫撃っぽいねこれ、やなめの。さあそうですね、これはこのボムで全部回収したいんですけど、どうですかお兄さん。アーチャーぐらいかスケドラぐらいが後ろからポンって出てこない。さあまあホバがねちょっと厄介かな、コウモリでしばきたいけど延命されちゃうとっていうマッチングではあるが、ちょっかいかけながらの、まあ、いかに守れるかな気がする。これは俺のダメージでねやっぱね入るのは結構限られちゃうんだよね。これ延命する必要あったかな、気持ちされるだけよね。まあいいや、よくねえな、うん全然よくねえや、やべアドメ、やべ反撃置いてほしいな、置いてくんねえかこれ、置いてくんなかったっすね。さあまあこれはマザネクとかがいない限りさすがにね、おい、いやーだいぶねコスト使いすぎなんですこれ俺、まあけど許されてほしいと思いながらユニット出してる。いや許されるね。おえやばすげえ、ラッキーすぎる。これギャングスケギンでも別に何でもいい。いやーやなめね。さあまあ矢だけだとやっぱロキコ強いんですけど、このロキコいないサイクルの時はね嫌ですよ。やっぱ8匹受け、いやここで壊れるならもう何でもよくて、いやーこれお願いバレてない、うっ、いやーこれ強すぎる。さあもう一発しばいちゃって、あ今延命できたな、ノックバックするんだよね。そういやなんか勝手にいい感じにはなったそう気づいたら耐えれてる、いいね。まあ、なんだかんだ陸いっぱいあるんでね、適当にさばいて。ガゴ群れ来てちょっとびっくりしたね、まあ、負け筋ほんとガゴ群れかもね。さあこのロケット士は、まあ、やられたみです、次の限界突破回すようです。さあこれ右サイドに来てもよくて、D が一生飛ばして相手に D が拾わせて、さあロケット押しなんだかんだ残ってる、
ゴブリンチクリチクリチクリよしよ。さあ、まあ、ゲンガとブロックを、まあ、負け筋端前出してガゴブレにしばかれるなんで、よいしょ。いやー、もうここだけ残ったらもう殺にね、どこでもよくて、はい、拡散強すぎ。さあ、まあ、ヤナメ持ちもね、まあ、今増えてますけども強すぎる、小物多すぎる。さあバモス、アイスピ、こういうのなんかショテロイとかされると困りますよねと思いながらの、さあホグが来るとなると、さっき負けたクエイコグか、リベンジだね。クエイコグな、マジマイティでサイクル、そう追いつけなくなるんですよ。だからそこがねちょっとむずい。いやー美味しいね、そこまで使ってくれると。さあ、まあでもこっからね、めっちゃいきます、ボン回んない、ウッド回るか。いや、うまい、それ、えそれやばいね、今のウッドからの、さあやばい、これはバカうまい、今の防衛ウッド回んないサイクルで絶対きつかったのに、人気だけさせてほしい。うん、全然できんし、ほが入るし、あるある最悪のやつね。普通に右の定位置にボム置いてアイスピン添えるだけでよかったのに、なんか難しいことしようとしてできないやつ、痛いね。いやー、オルブレイク2発欲しかったっすね。まあ6個入ったんでギリ許せはするけど、マジギリだね。相手のロケコのさ、サイクルみたいなのも何もやっぱ数えてなかったな。さあ、禁忌したいな、早く。いや、でもそれ届かない。いらんかったわけではないか。キング起動ね、本当にしたい。相手コウモリきついんでね。むずいぞ。よしよし。いやー、もう一発いけるしかも、これ熱すぎる。いやー、マジそのホグさ、あんまり字があるやん。やばい、ロキコいってる。こない、いやー、ちょっと持ってねえな、今攻めるよかったね。ちっちゃボムコウモリ、これ、あー、SP ね。いやー、めっちゃいい。なんか知らんけどダメージは勝ってよ、いる、よくあるやつ。サイクルはね、勝てそうで勝てないんでね、こういうとこちょっと怖いっすよ。いや、でもこのいっぱいまとまってると美味しい。さあホグだけ警戒して、ロック一発、いやー素晴らしい警戒。アイスパイルのでかいロキコ警戒な感じの、サメッとしてもよかったが、お、これない、うわー、めっちゃいい、その潜りホグ、あー気持ちいい。さあ、ロキコ刺さっていく。さあ、こちらわかんないんですけど、まあ、難しいんですけどね、すごい楽しいデッキです。皆さんもぜひね、こちらやってみてください。どうも、お疲れちゃんです。またね。